清水正人君。おはようございます。自由民主党の清水正人であります。通告に従いまして、刑法等の一部を改正する法律案につきまして順次質疑をいたします。ただいま趣旨説明があったところでありますけれども、まず刑法の一部を改正する法律案について、処遇を一層充実させ立ち直りを後押しするための諸制度を導入することとしておるところでありますが、今回の提案をするに至った背景および経緯につきまして大臣にお伺いをいたします。古川法務大臣。お答えいたします。新たな被害者を生まない安全安心な社会を実現するためには、罪を犯した者の改善更生再犯防止を図ることが重要であり、これまで官民を挙げて罪を犯した者の改善更生再犯防止に取り組んでまいりました。こうした取り組みにより再犯者の人員は減少傾向にございますが、それを上回るペースで初犯者の人員が減少しているため、刑法犯の検挙人員のうち約5割を再犯者が占めているところです。こうした状況を踏まえますと、安全安心な社会を実現するためには罪を犯した者についてその特性に応じたきめ細やかな指導支援を行うことができるようにするなど、その改善更生再犯防止に向けた処遇の充実をさらに推進することが必要であると考えられます。また近時インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを契機としまして、誹謗中傷に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの国民の意識も高まってきております。こうしたことに鑑みますと、公然と人を侮辱する侮辱罪について厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、討伐性の高い悪質な侮辱行為に対する厳正な対処を可能とすることが必要であると考えられます。そこで罪を犯した者の改善更生再犯防止に向けた処遇をより一層充実させるための諸制度を導入するとともに、侮辱罪の法定刑を引き上げることを内容とする刑法等一部改正法案を提出したものでございます。清水正人君。ただいま背景および経緯についてお伺いをさせていただきました。それでは順次ですね、その内容等について質疑をしていきたいというふうに思います。処遇の充実、立ち直りの後押しという点で、今回の改正では大きな柱として拘禁刑の創設、そして刑の執行誘導制度の拡充等、社会内、施設内処遇の一層の充実強化を行うということとしておりますけれども、まず拘禁刑についてお伺いをいたしますが、懲役と禁錮を廃止し、これに代わるものとして拘禁刑を創設、刑事施設に拘置し、拘禁刑に処せられた者には改善更生のため必要な作業を行わせる、また必要な指導を行うことができるとするものでありますが、なぜ今までなくですね、この拘禁刑を創設するのか、その創設の意義、また創設にもたらされる効果についてお伺いをいたします。法務省、川原刑事局長。お答えいたします。近年、刑罰の目的の一つであります、受刑者の改善更生、再犯防止の重要性についての認識が高まってきております。現行法におきましては、懲役か禁錮かという刑の種類によって、作業を行わせるか否かは異なりますが、作業は重要な処遇方法でありますから、それを行わせるか否かが刑の種類という形式的な区分によって定まるものとするのではなく、個々の受刑者の特性に応じ、作業と指導等をベストミックスした処遇を行うことができるようにすることが重要であります。そこで、個々の受刑者の特性に応じた処遇を可能として、一層の改善更生、再犯防止を図る観点から、現行法の懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設し、拘禁刑は刑事施設に拘置する、改善更生を図るため必要な作業を行わせ、または必要な指導を行うことができると規定することとするものであります。これによりまして、例えば、教育を十分に行うべき若年者に対しては、作業を大幅に減らしたり、作業を全くさせずに改善指導、強化指導を行うことが可能となったり、高齢者や障害者についても同様に、その特性に応じた作業以外の改善指導を行うことが可能となるだろう、より一層個々の受刑者の特性に応じたきめ細やかな処遇が可能になると考えております。清水正人君。ただいま答弁がありましたとおり、出所後の再犯防止という観点からは、作業、指導という面において、受刑者それぞれの特性に応じ、適した処遇を行うことが大切であることは言うまでもありません。
改正案では、受刑者それぞれの問題特性に対応した作業、指導が認められる場合には、受刑者はこれを正当な理由なく拒否してはならないとされているところでもあります。受刑者個々人の問題性特性の判断については、それぞれの受刑者の生まれ育ちや生活の環境等が大きく関わってくることからも、相応の専門性、分析力を持つ人や機関というのが行うことが重要であるというふうに考えております。このことにつきまして、誰がどのように行っていくのか、またこの作業と指導についてでありますが、具体的にどのようなことを行うのか、今までと違う点についてお伺いをいたします。法務省佐伯矯正局長。刑事施設におきましては、従来も個々の受刑者につきまして、医学、心理学、教育学、その他の専門的知識及び技術等を有する職員による処遇調査を通じて、その特性の把握に努めてきているところでございます。後継受刑者に対しましても、このような専門的知識及び技術等を有する職員による処遇調査を通じて、作業や指導の必要性を判断することとなります。今回の改正によりまして、鑑別対象となる受刑者の年齢の上限が撤廃されますれば、必要に応じて20歳以上の受刑者に少年鑑別所の鑑別を、受けさせることで、専門的知識を用いた科学的調査の手法を用いて、受刑者の特性をより精緻に把握することも可能となると考えてございます。今回の法改正によりまして、個々の受刑者に対する処遇調査で把握した特性を踏まえ、例えば、先ほども答弁ございましたが、基礎的な学力の不足により社会生活に支障があるものなど、教科指導等を十分に行うべき若年の受刑者には、学力向上のための指導を中心とした処遇を実施すること、あるいは高齢または障害により、受刑中の認知機能や身体機能の低下が懸念される受刑者につきましては、当該機能の維持・向上に資する作業であったり、出所後の社会適応に必要な知識・能力を付与する改善指導、あるいは福祉支援等の社会復帰支援を個々の受刑者の特性に応じ、バランスよく実施したり、あるいは依存症などの問題性を抱える受刑者に対しまして、出所後の生活を見据え、受刑者の特性や問題性に着目した指導と作業を、バランスよく実施するなど、これまで以上に柔軟に処遇を組み合わせて実施することが可能になるものと考えてございます。清水正人君。本当にですね、特性に合わせて、作業や指導を行っていただくことは、再犯の観点からも重要であると思います。そしてこの受刑者個々人の問題性や特性の判断ということにつきましては、新たに入所する受刑者については、入所後、速やかにかつ入念に行う必要がありますし、判断を行う人員等の負担が相応に増えていくんだろうというふうに考えているところであります。現在の体制でですね、十分にこの判断を行う人員等が対応できるのか、またどのような専門的人材にて対処していくのか、お伺いをしたいと思います。また、受刑者個々人の特性に合わせた作業や指導を行うためには、刑務官が適切にその内容というものを理解し、刑務官としての任をですね、しっかりと全うしていただかなければ意味がないわけでありますが、今後どのようにそういった職員教育等を行うのかについてもお伺いをいたします。佐伯矯正局長。今回の改正によりまして、受刑者の特性を把握し、処遇への動機づけを適切に行うとともに、個々の受刑者の問題性に応じた処遇を進め、受刑早期から円滑な社会復帰を見据えた指導や支援につきまして、これまで以上にきめ細かに対応していく必要がございます。これまでも、その主に心理学を専門とする調査専門官などの配置を順次拡大してきたところでございますが、今後はご指摘のとおり、専門スタッフの確保がますます重要になるものと認識してございます。法改正の趣旨を踏まえまして、受刑者の改善指導の実現に向けて、関係機関の理解を得ながら、必要な人的体制の整備に努めてまいりたいと考えてございます。また、刑務官に対する研修でございますが、刑務官に対する研修は刑事収容施設法第13条の3項に基づきまして、その専門性であったり、処遇力の向上を図るため、矯正研修所、あるいは各刑事施設において実施しているところでございます。今回の法改正の趣旨に沿いまして、個々の受刑者の能力向上が求められるものと考えてございます。
受刑者の特性や問題性に応じた適切な処遇対応力を向上させるためのさらなる研修の実施にも取り組んでまいりたいと考えてございます。清水正人君。研修をした上でですね、しっかりと刑務官の方たちに理解をしていただかなければ効果が出ないわけでありますので、丁寧にきめ細やかにですね、行っていただきたいというふうに思います。また現行法では拘留や懲役や禁錮と比べ、拘留につきましては拘留は懲役や禁錮と比べ、これについては期間が1日以上から30日未満ということで、短期の刑罰ということでありますので、作業が課されておりません。今改正案では、拘留についても改善・更生につなげるために、必要な作業を行わせ、または必要な指導を行うことができるという規定が新たに追加されることとされているところであります。拘留につきましては、短期が期間が短いため、速やかに拘留者の特性を把握し、分析し、よほど効率的に行わなければ成果が出づらいというふうに感じているところでありますけれども、どのような体制でその判断をし、また実際はですね、人数はどれぐらい拘留されている方というのはいるのか、お伺いをいたします。佐伯矯正局長。お答えいたします。その前に、今、答弁させていただいた中で、ちょっと誤りがございましたので、訂正させていただきます。個々の刑務官の能力向上というべきところ、受刑者のと言ってしまいました。この点訂正させていただきたいと思います。それから、ただいま のご質問でございますが、拘留受刑者につきましては収容期間が30日未満とされておりまして、また令和2年の新受刑者で5名と、極めて収容が少ない状態でございます。今回の法改正によりまして、拘留受刑者につきましても、拘禁刑受刑者と同様、改善更生を図るために必要な作業や指導を行うこととなります。具体的には、刑が確定した施設におきまして、拘禁刑受刑者と同様、その年齢を考慮し、資質や環境に関する処遇調査を行った上で、拘留受刑者の短い収容期間内でも可能な範囲内で、円滑な社会復帰を図るため、最低限必要な順法精神を養うための指導であったり、勤労習慣を維持するための作業などの強制処遇を行うことが考えられるところでございます。清水正人君。期間が短いわけでありますから、その社会に戻ってからですね、適用できるような、そうした指導というのがですね、本当によく分析して、適切にやっていただく必要性があると思いますので、そういったことをしっかりと行っていただければと思います。続いて、障害を持つ受刑者についてお伺いをいたします。現在、障害、特に知的障害でありますが、この障害を持つ受刑者について、どの程度いらっしゃるのか、またその再犯の状況についてお伺いをいたします。佐伯矯正局長。お答えいたします。令和2年における新受刑者の総数は16,620名でございましたが、そのうち知的障害を有する新受刑者というのは297人、約 1.8% でございます。知的障害を有する受刑者のみをその母数といたしました、その再犯、再入の状態というものを表した資料というのは持ち合わせでございませんが、総じて再入者全体と比べまして、再犯に至るまでの期間が比較的短く、刑事施設への入所の回数も全体よりも多い傾向にあるものと承知してございます。清水正人君。パーセンテージは 1.8% 程度ということですが、再犯を犯す期間が短い、回数も多いというようなお話だったというふうに思っております。障害を持つ受刑者、特に知的障害を持つ方につきましては、裁判でその責任能力に問題がないというふうに判断をされて、刑の執行が行われるということになったわけですから、例えば懲役刑の宣告がなされた場合には、これまでの懲役刑であれば、他の受刑者と同じ、何らかの作業をすることになるんだろうというふうに思っております。今回の改正案では、受刑者それぞれの問題特性に対応した作業、指導が認められる場合には、それを行うということになるわけでありますけれども、先ほど答弁があったとおり、再犯の回数も短いというような、回数もあるということの
を受けまして、障害を持つ受刑者にとって、今回の改正がですね、どのように、影響をするのか、どのような変化が起こりうると考えているのか、お伺いいたします。佐伯矯正局長。はい、今回の法改正によりまして、個々の受刑者の特性に応じて、作業や指導が柔軟に実施できることとなるとともに、社会復帰支援が刑事施設の長の責務として規定されることとなります。それを踏まえまして、障害を有する受刑者に対しましても、個々の特性を把握した上で、障害に配慮した作業と改善指導を柔軟に組み合わせて実施してまいりたいと考えてございます。さらに、障害によりまして、出所後の自立が困難な受刑者に対しましては、出所後、直ちに福祉サービスを受けられるよう、関係機関と連携した調整を、必要な作業や改善指導と並行して行うなどいたしまして、障害を持つ受刑者の特性やニーズに応じた矯正処遇の充実に引き続き努めてまいりたいと考えてございます。清水雅人君。特にこの障害を持つ受刑者につきましては、それぞれの特性というのがですね、やはり重要になってくるんだろうというふうに思っておりますので、この辺についてもやはり、刑務官がどのようにですね、対応するのかというのももちろん重要ですし、先ほどお話があった福祉との連携というのも重要であると思います。こうした点をですね、しっかりと強化をしていっていただきたい、このように思うところであります。続いて、PFI 刑務所についてお伺いをいたします。PFI 刑務所につきましては、もうそまでもありませんけれども、民間の資金やノウハウを活用して、官民共同で運営する刑務所であります。栃木県さくら市の喜連川社会復帰促進センターにおきましては、法務省が今年度から持続可能な社会の実現への貢献というものが、受刑者の更生役立つとのことから、受刑者に絶滅危惧種の保全活動をさせる新たな処遇を導入するということを決めたという、こういった新聞記事を拝見いたしました。環境省のレッドリストにて、絶滅危惧種に指定をされているシルビアシジミという蝶でありますけれども、この餌となるミヤコグサを育てる、また同じくレッドリストにあるカワラノギクを育てるとのいうことでありまして、そのほかにも循環型農業の導入等を行うということであります。法務省が目指す最終的な目標が、社会的な問題の解決と受刑者の改善構想を結びつけるという、刑務所と持続可能な開発目標、SDGs が融合したサスティナブルプリズンということであるということでありますが、このことについては大変素晴らしい取り組みであるというふうに評価をしているところであります。PFY 刑務所はもとより自由度の高い先進的な職業訓練などの作業を取り入れているところでありますけれども、こういった自由度のある取り組みが今回の改正によりまして、どのようになるのか、影響がないのかにつきましてお伺いをさせていただきたいと思います。佐伯矯正局長。ご紹介ございました、PFY 手法を活用しておりました喜連川社会復帰促進センターにつきましては、官民共同での施設運営を行ってございまして、本年度からご紹介いただいたような施設周辺の絶滅危惧種の保全活動、循環型農業などを矯正処遇の中に取り入れることとしているところでございます。受刑者がこのような社会的な課題の解決に資する取り組みに参加することは、大変意義があるものと考えてございまして、拘禁刑を創設する趣旨は、受刑者の改善構成及び再犯防止を図るため、個々の受刑者の特性に応じた柔軟な処遇を可能とするものでありますので、この点を踏まえまして、引き続きこの種の活動にも取り組んでまいりたいと考えてございます。清水雅人君。こういったサステナブルプリズンという考え方でありますけれども、こうしたものについては、この全体の刑務所等にも今後広げていくというお考えなんでしょうか、ちょっと通告してなかったんですが、お答えいただければと思います。佐伯矯正局長。まずは喜連川センターにおきまして、本年度を始めたところでございますので、今後の見通しというのをちょっと軽々に申し上げることは難しいところではございますが、この趣旨につきましては、十分考慮するに値するものと考えてございますので、そういった点を含めて検討してまいりたいと思います。清水雅人君。
このやはり社会的な問題の解決と受刑者の改善構成を結びつけるということはですね、非常に素晴らしい取り組みであるというふうに思いますし、こういった取り組みがですね、それぞれどんな作業や指導ってそれぞれの刑の重さ低さによっても違いはあると思いますが、そういった考え方というのは非常に素晴らしいことであると思いますので、広げていっていただければと私自身は思うところであります。続いて侮辱罪についてお伺いをいたします。SNS の普及は我々に多くの情報に接する機会を与えてくれるとともに、他方誹謗中傷の温床となり、多くの方々に深刻な被害を与えるものになっております。その結果として被害者自らの命を絶つという事案も起こるに至っているところであります。しかし現状は軽犯罪法違反と並び、刑法の中で最も軽い罰則しかなく、このことが問題視をされてきたところであります。私ども自民党におきましても、他者からの誹謗中傷を受け自らの命を絶つに至った被害者のご家族等の声を聞きながら、侮辱罪の見直し、誹謗中傷対策について議論を進めてきたところであります。今回の改正で侮辱罪の法定刑を拘留または科料から1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に引き上げることとしているところでありますけれども、侮辱罪の現在の状況、また自ら命を絶つに至るような方が少しでも減っていく方向に向かわねばならないと考えておりますけれども、今回の改正による法定刑の引き上げによる効果について改めてお伺いいたします。川原刑事局長。お答えいたします。一般に刑罰には犯罪を犯した者を処罰することによって社会の一般人を威嚇し警戒させて犯罪から遠ざからせる一般予防の機能があるとされております。侮辱罪の法定刑を引き上げ、厳正に対処すべき犯罪であるという評価を刑法として示すことにより、その威嚇力によってインターネット上のものを含めて侮辱罪に該当する行為を抑止する効果があると考えております。また今回の改正により討伐性の高い悪質な事案に対してこれまでよりも厳正な対処をすることができるようになると考えております。清水正人君。ネットニュースを見ておりましたら、昨日木村花さんのお母さんがプロレス大会が命日に合わせて行われたということで、1日だけの復帰をしたというようなネット記事を見ました。そうした記事やイベントというのを見るたびにですね、こうした事件を起こさぬ社会を作っていかねばいけない、こうしたものを改めて強く感じたところであります。さて今質問した事項とともに、法定刑の引き上げに伴い初期刑の適用関係が変わることとなりました。控訴時効が1年から3年へと延びることとされているところであります。今回の改正においてこれは非常に私ある意味では大きな点であろうというふうに思っております。他者による誹謗中傷においてはインターネット上しかも匿名で行われるということが多いことは知られているところでありますが、誹謗中傷の被害者が発信者である加害相手の特定をする場合に、特にサーバー等が海外にあったりプロバイダー本社が海外である場合、特定に時間がかかり、犯人を突き止めたときには控訴時効を過ぎ、訴えることができない、泣き寝入りをするしかないといったことが少なからずあったというふうにも聞いているところであります。発信者の特定の迅速化を図るプロバイダ責任制限法、これが今年10月までに施行されることと合わせ、控訴時効の1年から3年への延長により、こうした事案を減らすことができるのではないのかというふうに考えているところでもあります。一方で、そうしたデータがどのぐらいのタイミングで消されてしまうのかという課題もあるんだとは思いますが、この延長の効果について、法務省としてどのようにお考えなのか、お伺いをさせていただきます。川原刑事局長。お答えいたします。控訴時効は一定の期間の経過により、控訴権を消滅させるものであり、期間を経過した後は起訴することができなくなるものでございます。侮辱罪の法定刑に引き上げに伴い、その控訴時効期間が1年から3年となることにありまして、ご指摘のような事案がどの程度減少するかについて、具体的に申し上げることは困難でありますが、一般論として申し上げますと、控訴時効期間が長くなると、その間に行為者の特定などに時間がかかるとしても、必要な捜査を行って起訴するに足りる証拠を収集することができる場合はあると考えられるところでございます。清水正人君。少しでもですね、今まで泣き寝入りをしていた方がですね、少なくなるということが、こうした1年から3年に引き上がることで、できれば非常にいいことかなというふうにも思っているところであります。
この侮辱罪の改正をめぐっては、自民党でも自由民主、いわゆる自民党の新聞広報でありますけれども、こうしたところでも特集をしてきたところであります。そうした特集の記事を参考にしながらも質問させていただきたいと思いますが、例えば侮辱罪をめぐって、政治家が悪用するのではないか、表現の自由が脅かされるのではという意見も聞かれているところであります。しかし、ただ相手を傷つけるだけの侮辱というものと、批判や表現というものは違うわけであります。どんな職業の方であれ、どんな立場の方であれ、侮辱をされてもいい方というのは、一人もいないということであろうというふうに思っております。この侮辱罪は具体的な事実を伴わないで、公然となされる暴言等を罰するものでありまして、例えば、〇〇のような政治姿勢、〇〇の政策はこうだというような政策や、政権運営等、こうしたものに対しての批判等、これの正当な表現行為については、これまで通り処罰をされない、つまり、言論弾圧を目的としていないのは、明らかであるというふうに認識をしておりますし、我が党としてもそうした理解をしているところであります。そこで、先に述べました、政治家が悪用するのではないかとか、また表現の自由が脅かされるのではといった意見に対しての政府の見解を改めてお伺いをさせていただきます。古川法務大臣。お答えいたします。表現の自由はですね、憲法で保障された極めて重要な権利でありまして、これを不当に制限することがあってはならないということは、これはもう当然のことであります。今回の法改正はですね、侮辱罪の法定刑を引き上げるのみでありまして、構成要件を変更するものではありません。従いまして、処罰の対象となる行為の範囲が広がるわけではありません。侮辱罪が成立する行為の範囲が全く変わらない、つまり、これまで対象とならなかったものが、今回によって新たに対象になるということはないわけでございます。また、過料を存置することとしておりますから、討伐性の低い行為を含めて、これは侮辱行為を一律に重く処罰するという、そういう趣旨ではございません。さらに、公正な論評といった正当な表現行為につきましては、仮に相手の社会的評価を低下させる内容であっても、刑法第35条の正当行為として違法性が阻却されて、処罰されないと考えられます。その上で、ご懸念の点については、法制審議会の部会においてもですね、捜査、訴追を行う警察、検察の委員から、これまでも表現の自由に配慮しつつ対応してきたところであり、この点については、今般の法定刑の引き上げにより変わることはないとの考え方が示されたところでございます。従いまして、今回の法改正は、言論の弾圧につながるものでも、表現の自由を脅かすものでもないと考えております。考えておりますけれども、この表現の自由に対するご懸念というご指摘があることはですね、やはり真摯に受け止めたいというふうに思っておりまして、引き続き、法改正の趣旨等について、丁寧なご説明に努めてまいりたいというふうに考えています。清水正人君。今の政府の見解をですね、改めてお伺いをしたところであります。私どももですね、しっかり懸念を持っている方々にですね、この見解を正しく伝えてまいりたい、このように思っております。そろそろ時間でありますので、私の質疑は以上で終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。有田。